当社はカーインテリアの専門サプライヤーとして企画から設計、生産準備、製造、品質保証に至るまでを一貫して行い、求められる最高品質とグローバルでの供給体制でお客様の期待に応え、魅力ある製品を生み出し続ける会社を目指しています。プラスチック製品の生産準備段階で主に実成形金型を準備し、世界各拠点の工場に引き渡す業務を担っています。例えばワンボックスカーのインテリアを思い浮かべてください。ここにあるドアトリムやラギッジルーム、バックドアといったトリム部品は大きな一体もののプラスチックでできています。これらの部品は射出成形や当社独自の KPM 成形で行いますが、小物部品とは本質的に異なる高度な成形技術が必要となりますので、金型を製作する前に成形シミュレーションで必ず確認することが必要となっています。冒頭にグローバルでの供給と申しましたが、例えば日本で最初に立ち上げた車を次に世界各国で順次立ち上げていくケースでは、製品形状は同じでも使う樹脂材料が現地の調達材を使用します。現地樹脂材料の解析用の特性データは必要となりますが、オートデスクシミュレーションモードフローに適合した樹脂データは比較的入手しやすいという利点があります。当社の大物部品の成形となると、成形技術者が最初に考える金型のゲート構造は複数あります。その中から最適な解を導くのにどうしても必要なツールです。解析ツールというのはあくまで支援ツールという位置づけです。技術者がこういう成形になるのではないかというのを確認するために使用します。実際の成形の場数を踏んで解析ツールをいかに使いこなすかというのがノウハウとなり価値を生むものだと思います。例えばウェルドラインというのは解析結果として位置表示されますが、これは我々のお客様であるカーメーカーの品質担当の方への説明用として活用しています。その結果、車両の取り付け状態での乗車目線として、この位置よりこちらに移動した方が見にくいといったアドバイスをいただき、解析にフィードバックするといった使い方です。モードフロー解析はお客様と当社を結ぶ共通言語になっていると言えますね。